今日成人を迎えるあなたへ。私も今日成人を迎える一人です。大人としてこれから長い人生を歩んでいく中で、楽しいことばかりじゃないのは分かっている。辛いことだってあるかもしれない。でもそんな時思い出してほしいことがあるんです。あなたは一人じゃないということ。あなたを支えてくれる家族がいる、仲間がいる、私たちがいます。そして必ずあなたも誰かの力になれる。その一つが献血です。今この国では10代20代の献血者が減少しています。血液はまだ人工的に作ることはできません。あなたがいなければ作れないもの。献血へのご協力をお願いします。20歳の献血キャンペーン中。日本赤十字社。